2016年8月23日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第9855話、山のタブー。子供の頃、近所のおじいさんに聞いた話です。そのおじいさんは若い頃一度事業に失敗し、実家の田舎に帰ったそうです。その家には持ち山があり、いろいろ入れもあったらしいのですが、若い頃に学業のため上京した彼は、その入れなるものを全く知らなかったそうです。さて、ある日彼が山を歩いており、ふと茂みを覗くと、一羽のウサギがいたそうです。しかし、ウサギだ、と思ったのは、単に耳が長かったからで、身のところ、見慣れている、ウサギ、とはだいぶ違う生き物であったとのこと。毛もなく目も開いておらず、簡単に言うと、生まれたての子ウサギ、のようだったとか。しかし、大きさは紛れもなくのウサギのそれであったそうです。しかもよく見ると、そのウサギはひどく怯えており、彼が近づいても動こうともしません。よく見ると、後ろ足が罠にかかっているようでした。罠といっても彼の見たところ、細い草に引っかかっているようにしか見えません。彼は別に何の気もなく、罠を外してやったそうです。そしてふざけて、恩返しをしろよ。とウサギを見ると、先に語った姿の醜悪さなものですから、突然腹の底からゾッとし、逃げ帰ったそうです。おじいさんは帰宅後、これを家の人に話しました。すると、家に来ていた分家筋の人たちが一斉に厳しい顔になり、すぐに出て行け。と言い出し、彼は新妻もろとも叩き出されたそうなのです。彼は痛く憤慨しましたが、それから年減るにあたって、なんとなく理由を理解しました。奥さんは三度流産し、結局子供ができませんでした。多分、あれは山の神様への生贄で、自分が勝手に逃してしまったのだろう。と、おじいさんは言いました。重ねて、実は村から叩き出された直後、あんまり腹が立つので、一度九段の山に行ったのだと言いました。ウサギのいたあたりで気配を感じ、ふと上を見上げると、錆びついた斧が自分めがけて落ちてくるところで、慌てて飛びのいた、と。多分あの時、自分が腕なり足なりを切って捧げていれば、子供は助かったかもしれない。とも、おじいさんはとてもいい人でしたが、それでもタブーを犯してしまった。報いを受けなければならないのだな、と思いました。ちょっと悲しかったし、怖かったなぁ。ネットで見つけた怖い話。第9856話、女神が住んでいる山。子供の頃に、ユースホステルのキャンプに放り込まれたことがある。最終夜に肝試しがあって、その前に一般宿泊客も参加した階段の会があった。そこで一般客の大学生のお兄さんが披露した話。彼の田舎は海のなし県の山間部にある、近くには手軽に登れる山があって、他県から登山に来る人も多い。その山には大昔から女神が住んでいるという。一つの山とその周囲のいくつかの山が、女神が守る山だと。女神の夫は人間で、30年50年くらいで大体割りしていく。女神は人間に姿を見せないのが決まりで、移動するときは獣の皮をかぶって姿を隠すそうだ。夫選びの時も、獣の姿になってつかず離れず、その人の後をついて回って人柄を見極める。そして、檻を見て獣の皮を脱いで姿を見せる。夫に選ばれた男は一度は里に帰るものの、結局は何もかも放り出して女神の夫になる。里に帰ってきてから山中で会った美女の話をして、仕事も親も捨てて山に戻ってしまう。30年50年くらいの割合ででそういう特徴的な失踪者が出るので、地元では夫が変わったとわかる。夫に選ばれた人の残した話では、ものすごい美人だそうだ。ネットで見つけた怖い話。第9857話、祖父母の家で昼寝をしていた。4歳か5歳か。
小学校に上がる前の夏の終わりの話。私は田舎にある母方の祖父母の家で昼寝をしていた。喉が渇いて目が覚めて違和感を覚えた。何回も遊びに来ている家だけど何かが違う。部屋にあったはずのおばあちゃんのベッドがなぜか仏間にあるし、ただの壁だった縁側の突き当たりに謎の扉があるし、広い家の中で私を一人ぼっちにして、おばあちゃんはどこかへ出かけたようだった。セミの声もしないし、おじいちゃんが大事にしていた小鳥も小魚もいなくて。昼寝前にいとこと遊んでいた客間には、見慣れないティーセットが何組も飾られたガラス張りの食器棚が出現していた。今まで寝ていたお座敷に戻ってみると、さっきまであったタオルケットがなくなっている。ここで半べそ状態だったんだけど、玄関の引き戸をトントンと叩く音がしたから、おじいちゃんが早く帰ってきた。と思って涙も引っ込んだ私は、廊下に出た。おじいちゃんはいつも帰ってくると引き戸を軽く叩いて、おばあちゃんを呼んで戸を開けてもらって家に上がってきていた。田舎だから鍵は買ってなかったけど、おばあちゃんに開けてもらうのがおじいちゃんのマイルールだった。引き戸はすりガラスで、人の影が立っているのが見えた。その人影は頭部が異様に大きくて、首から下は妙にヨロヨロと細長かった。そのシルエットにビビった私は、お座敷に戻って襖を閉めて、仏壇の座布団の下に頭を突っ込んで震えていた。いつの間にか寝ていたようで、お使いありさん。という童謡を歌うおばあちゃんの大声で起きた。歌うことも珍しいおばあちゃんが大声で歌っているのにもびっくりしたけど、亡くなったタオルケットが体にかかっていて、仏壇のあるお座敷の奥ではなく縁側に寝ていたのにも驚いた。おばあちゃんがアイスをくれるというので起き上がった私は、縁側の突き当たりに扉を見つけてしまって大泣きした。おばあちゃんは、ママは結婚式で遠くへ行っちゃったのよ。ちゃんはお留守番できるって言ってたじゃない。となだめようとしたけどそうじゃない。客前走って行ったらやっぱり食器棚があって、私は、食堂のテーブルの下に潜ってわーわー泣き続けた。おばあちゃんは根気よく私をなだめてアイスを食べさせてくれた。夜になって、玄関から、トントン、と音がした。おばあちゃんと一緒に廊下へ出ると、あの頭部の大きいヨロヨロの人影が二つうごめいていた。彼らは直立しているのではなく、手足を妙にぐにゃぐにゃと遊ばせていて、不気味さが増していた。私は、再び食堂のテーブルに潜り込んだけれど、引き戸を開ける音がした。おばあちゃんに、ちゃん、お迎えが来たよ。おじいちゃんとお父さんだよ。と呼ばれ、私は、仕方なく玄関に行った。異様に大きい頭部は人間の顔ではなく、両目とも黒目が描き込まれただるまに似たものだった。二人とも夏だというのに真っ白い長袖長ズボンで、手足をぶらぶらぐにゃぐにゃと遊ばせていた。怖すぎて声も出せず、食堂のテーブルの下で丸まって泣いていると、おばあちゃんが女の人を連れて戻ってきた。おばあちゃんが言うには、その女の人が、ちゃんを迎えに来たまま。で、女の人は、結婚式に出ていて迎えに来るのが遅くなってごめんね。と私に謝った。母にとてもよく似た別人、というとはっきりしないけれど、うり二つの双子のような、なんとなく雰囲気が違う、そんな感じ。母は上に兄弟がいる末っ子で、双子ではない。母を名乗る女の人に連れられて当時住んでいた都市部のアパートに帰ったが、見覚えのない巨大な扇子が部屋に飾られていたり、玄関の横に物置のような部屋。反省部屋。と呼ばれていて、母に叱られた後に、夕ご飯までそこに閉じ込められることが何回かあった。が増えていた、父親は記憶の通りの顔形でほっとした。それからも祖父母の家に行くことが何度かあったので、現れた縁側の扉や客間の食器棚、消えた小鳥と小魚についておじいちゃんに聞いてみた。現れたものは元からあって、消えたものは元からないことになっていた。おじいちゃんは私が小鳥と小魚を欲しがっているのかと思ったようで、次に遊びに行った時には玄関に鳥かご、今にアクアリウムがあった。母？は。急に水槽とか鳥とか、お父さんどうしちゃったんだろう。と不思議がっていた。私が高校を卒業する頃には祖父母とも亡くなってしまった。
私は、県外の大学に進学したために2年前に家を出て、今は父、母、妹の3人で暮らしている。今年の4月に母から電話がかかってきた。祖父母の家で遺品整理をしたという。いつの間にか客間にバカでかい食器棚増やして、使いもしないティーセット飾っちゃってさ、と愚痴られてゾワッとした。その日は適当に話を合わせて電話を切り、GW に帰省した、十数年見慣れた母と現在の母の違いは、私にはもう曖昧になってしまったが、母から生まれた妹には、ママ、お姉ちゃんがいなくなってから違う人みたいになっちゃった、と言われた。どういう風に?と聞いたら、なんとなく別人な気がする、というはっきりしない答え。帰郷する当日、母と二人でお昼ご飯を食べながら、おじいちゃん家に小鳥と小魚いたけど、なんで飼い始めたんだろうね、と何気ない風を装って話を振ると、昔から、鳥とか魚とか、何が可愛いのかわかんないもの買うの好きな人だったからね。実家にいた頃はママがお世話してて、ママの部屋だった離れを鳥屋敷にするくらいいっぱい飼ってた時もあったのよ。と苦笑いしていた。私の母は戻ってきたが、妹を産んだ母はどこに行ったのだろう。父はこの異変に全く気づいていない。584。585。ほんのりどころじゃなく怖いけど、わら。ところで、頭でっかちのヨロヨロしたやつはどうなったの?そのまま消えたのかな ?590。叩きからは上がってこなかったみたいです。私が食堂に逃げ込んでも追いかけられることはなく、女性に連れられて祖父母の家を出た時には誰もいませんでした。ネットで見つけた怖い話。第9858話、頭だけが見つからない。都市伝説のいくつかには元ネタがあるが、割と有名な苔脅し話の元ネタか?と思える体験談を一つ。約40年前、俺が小学生の時のことだ。うちの近所の線路で中年男の飛び込み自殺があった。五体がバラバラになって吹っ飛ぶという派手なものだったんだが、いくら探しても頭だけが見つからない。気味が悪いねと近所に不安が広がり、俺ら子供も怖いから植え込みなどには絶対近づかなかった。やがて生首は思いがけない場所から見つかった。都市伝説にある通り、線路脇に立つアパートの2階廊下に置いてある洗濯機の中。洗濯機の持ち主は日頃から洗濯機の蓋を開け放しにしており、生首がシュートしたのを知らずに上からどんどん洗濯物を入れていたらしい。近所の噂では、生首に気づかずに洗濯機を回し、回り方が重いので中を覗いて阿鼻叫喚になったということだ。俺の記憶では、生首発見までに1週間近くあったように思う。その間、誰も不臭に気づかなかったということは真冬だったのだろうか。よく覚えていないが、全国的に報道されたからより詳細にご記憶の方もいるかもしれない。その事件が子供心にもあまりに衝撃的で、俺は、現在まで家の外には絶対洗濯機やゴミ箱を置かずに暮らしている。ネットで見つけた怖い話。第9859話、壁のひび割れた隙間。子供の頃に姉が、縁側のとこの廊下、壁に行き当たるでしょ。あそこ、昔は部屋があったんだよ。人に貸してたんだけど、その人が自殺したから埋めたの。今ハゲてきてるから、もしかしたら部屋の中が見えるかもね。というような話をしてきた。そして実際に壁のひび割れた隙間を覗いて、わ、見える見える。あれ、人がいる。何、あれ、と騒ぎ出した。少し気になったけど、その時夏だったから壁に顔近づけると、剥がれかかった土壁のキラキラしたやつが汗で顔につきそうなのが嫌でスルーしてた。それから姉はちょくちょく、隙間見た?と聞いてきたけど、私は、やっぱり顔にキラキラがついたら嫌だから見なかった。秋になった頃、姉が、隙間見た?と聞いてくることはなくなってたけど、私は、
気になってたからやっと隙間を見ることにした。ひび割れの隙間を覗いてみると、そこはオレンジ色の電球と、小さいテレビと机、小さい洗面台、腰の曲がったちょっとふくよかなおばあさんがいた。全体的に暗かったけどそんな感じだったと思う。おばあさんは座布団に座ってたけど、不意に立って、洗面台のあたりから包丁を取って、ゆらゆらと私、隙間、の方に近づいてきた。すごく怖くてダッシュで今に駆け込んで、姉に今のことを説明したけど、姉は、今頃見たの？あれ嘘だよ、見たら嘘だって言おうと思ったのに全見ないんだもん。忘れるとこだった。と笑うだけで全く信じてくれなかった。話はこれで終わりだけど、あの時暗示みたいなのにかかってたとしても個人的にほんのり怖かったお話。今でも正直怖い。ネットで見つけた怖い話。第9860話、話す。知り合いの話。彼はむしゃくしゃした気分になると、一人で山にこもる癖があった。その日も彼は一人会いをしていた。仕事の上で同僚と衝突して、彼は短気を起こして口論になったのだ。いつものように、一人ごとをつぶやき始める。一種の儀式みたいなもので、こうすると冷静に自制できるのだという、いろいろと同僚への文句を並べ立てていたが、自分の方にも悪いところがあったのは彼にもわかっていた。不満をぶちまけた後で、いや違う、そこは俺が悪かった。と思い直した時、真っ向かいの林の中から、はっきりとした声が聞こえた。いや、違う。そこは俺が悪かったのだ。彼自身の声と、全く同じ声色だった。その瞬間、悟ったのだという。彼はそれまで、独り言を繰り返していたつもりだったのだが、実は彼と同じことを考えている何かと、延々と会話を続けていたのだ。なぜその時まで気がつかなかったのかはわからないが、気がついた途端、冷や水を浴びせられたような気がしたそうだ。それきり彼は黙り込み、林の中の声もそれ以上何も言ってこなかったらしい。以来、彼は短気を起こさなくなった。頭に血が昇っても、あの時の声を思い出すと、自然と冷静になるのだそうだ。知り合いの話。彼女は気が強く、山にも一人で出かけることが多かった。紅葉狩りに行こうと、秋の谷へ出かけた時のことだ。通る人と手ない細い道を歩いていると、木立の奥よりもの音がした。覗いてみると、少し先の木陰で、大きな猿のような背中が木の根元を掘っていた。ここで襲われたら逃げられない。強気な彼女も、その時ばかりは一人でいることに焦ったらしい。すると、まるで彼女の心を読んだように声がかけられた。襲わぬよ。わしはこれでも菜食主義者なんでな。まさか口が聞けるとは思わず呆然としていると、それは立ち上がって振り向いた。大猿の身体に、初老の男性の顔がついていた。立ちすくむ彼女を残し、それは悠然と歩き去ったという。その手には、掘り出したばかりの長い山芋を持っていたそうだ。知り合いの話。彼のおじいさんは炭焼きをしていたという。ある寒い夜、釜の前で火の番をしていると、闇の中から声がかけられた。寒いから、そちらへ行ってもよいか。里のものだろうと思い、いいよ。と答えると、見慣れぬものが姿を現した。それは大人ほどの大きさで、全身が黒い剛毛で覆われていた。目鼻さえ見て取れぬ顔を見て、腰を抜かしかけたそうだ。ああ、やはりそうだ。お前も俺が醜いと思うのだな。それは悲しそうにそう叫ぶと、背を向けて山の中へ逃げていった。おじいさんは終始口を開くことができなかったそうだ。ネットで見つけた怖い話。第9861話、キノコ狩りに行った。じいちゃんから聞いた話だけど、昔、家の近所のじいさんがキノコ狩りに行った時、心臓麻痺かなんかで亡くなったらしい。たまたま近くで山仕事してた人たちに見つけられ、救急車で搬送されたがダメだったらしい。
二日くらいして葬式の準備とかでみんなが忙しくしてたら、生き返って大騒ぎになったみたい。もちろん、葬式は中止。でも三週間くらいでまた亡くなったらしい。その家の孫が家のじいちゃんと年が近くてよく遊んでたため、後で亡くなったじいさんから聞いた話を教えてもらった。山でキノコ狩りをしてたら毛皮を着たヒゲボウボウの男に会って、じっと睨まれた。そしたら気分が悪くなり、そこからの記憶がなくなってしまったそうだ。その後、河原に一人いた。そこら中に石が積み上げられてる河原だったみたい。川向こうから船が近づいてきて、船頭に、乗るか ?500 円でいいぞ。と言われたが、あいにく持ち合わせがないことを告げると、じゃあ乗せられない。と言われ、気がついたら葬式が始まろうとしてたらしい。なんかの呪いでもかけられたんだろうか?ネットで見つけた怖い話。第9862話、ブランコに座る女。知ってると思うけど、FUJIWA らの原西の実体験の話。原西が中学生の時、仲良しの3人組がいた。いつも3人で夜中に家を抜け出して、近くの公園。公園の上の丘のベンチに集まっていた。に集まっていたらしい。それで、いつも通り原西が公園に行くと、いつも来ているはずの二人が来ていない。おかしいとは思いながら少しの間待っていると、一人はしばらくしてきた。そして学校の話、好きな女子の話などをしばらくしていた。しかし、やはりもう一人が来るのが明らかに遅い。二人はおかしいと思い、下の公園まで様子を見に行った。すると夜中の2時だというのに、ブランコに女の人が座っていたのだ。二人は全速力でベンチまで逃げた。今女の人おったで。うつむいてたなー。そんな話をしていると、やっともう一人が来た。お前遅いやんか。と原西が言った。もう一人が。お前、ブランコに座っとった女の人見たか?と言った。しかし後から来たもう一人は、ブランコを見たが、誰も座ってなかった。という。おかしいと思い、三人でもう一度ブランコのところまで行った。すると、やはり女の人がいるではないか。三人は全速力でベンチまで逃げた。初めから来ていた二人は、うつむいていた。と言っていたが、後から来たもう一人は、こちらを見て笑っていた。という、意見が合わぬまま、その日は帰ったが、次の日の朝、昨日の夜に後から来た人は、交通事故で亡くなったそうです。あの時女の人の微笑みは、もしかすると死神の微笑みだったのかもしれません。ネットで見つけた怖い話。第9863話、家族で晩飯を食べていた。昔、家族で晩飯を食べていたら、買って口から急に着物姿のものすごい顔したばあさんが訪ねてきたんだ。しかも5から6歳くらいの小さい男の子も一緒。みんな戦慄して、ばあさんが男の子の手を引いて上がってきても誰も何も言えなかった。ばあさんが黙って奥の座敷の方に消えていってから、母ちゃんが涙目で警察呼ぼうとか騒ぎ始めたんで、まずは俺と親父で様子を見てくることにしたんだ。椅子を消火器みたいに構えて座敷に向かうと、ばあさんと男の子の姿はなかった。その代わり、遺憾をつけた平安貴族みたいな人が怒った顔で座敷に座ってて、骨で座敷に祀ってある神棚を指しながら、次も助けてもらえると思うな。とどなってスーッと消えてしまった。神棚は亡くなった祖父母が設置したもので、二人がいなくなってからは誰も面倒見ずに埃まみれになっていたんだ。ひょっとしたら、あの平安貴族は神様で、俺たちをあのばあさんから守ってくれたのかもしれない。今では神棚をきれいにして、毎日供物も捧げるようにしている。そのおかげか、それ以降幽霊みたいなのが現れることもなくなりました。ネットで見つけた怖い話。第9864話、古くからの友達。去年の暮れ、田舎のじいちゃんが亡くなった。95歳まで生きた。
山に生まれ山で育ち、田んぼと畑を耕しながら裏山の手入れを、亡くなる直前までやっていた人で、心の底から山を自然を愛している人だった。山の頂上付近に祠があり、ガキの頃田舎に遊びに行くと必ず連れて行かれ、祠の前で頭を下げ手を合わせさせられ、酒を備えていた。この中に誰かいるの？と一度聞いたことがある。俺の古くからの友達が住んどるんだ。怒らすと怖いやつだから、山の中で悪いことするんじゃねえぞ。その時のじいちゃんの顔が一番思い出に残っていて、顔をくしゃくしゃにして嬉しそうに笑いながら、うちの孫だ。って祠に語りかけてた。じいちゃんの墓は、山の登り口にあるその辺の集落の共同墓地にある。先日葬儀依頼となる墓参りに行ってきたのだが、じいちゃんの墓の前にこんもりとした山ができてる。葉っぱや木の実などでできており、下の片葉古くなっていたんだが、上の方の葉っぱや木の実は、まだ新しく、コツコツと運んだような形跡が。最初は動物が巣でも作っているのかと思ったが、そんな形跡もない。祠にいるじいちゃんの古い友達が忍んでくれているのかなと思い、小さな息子と一緒に祠に手を合わせ、帰路に着いた。ネットで見つけた怖い話。第9865話、死んだ飼い猫を呼び続けていた。霊感を持つ人って本当にいるんだろうけど、中途半端な能力だとむしろそこになるかもしれないと思う。霊感があるという人が描いた漫画で、死んだ飼い猫を呼び続けていたら何かの霊が家に入ってきたので、話しかけたり一緒に寝たりしていたら、別の霊感のある人から、猫じゃなく関係ないおっさんの霊だよ、と言われて愕然としたと。漫画家当人も結構強い霊感がありそうな感じに描かれていたので意外だったよ。637。嫌すぎる W。漫画家が男性か女性かで味わいがちょっと違う。642。漫画家さんは独身の若い女性だったはず。ネットで見つけた怖い話。第9866話、神の手。ある山男の話。この話の体験者は、話者によると、本物の山狂い、であるそうで、暇さえあれば山に登っているような男なのだという、ある日のこと、この男がとある山へ登ったが、ほどなくして猛吹雪に見舞われた。疲労困憊しながらも雪中で決死のビバークを行い、二日後に自力で下山したものの、代償は大きかった。彼はこの遭難によって、左手の人差し指、中指、薬指を凍傷で失うこととなったのだという。しかし、この程度でへこたれないのがこの男、というより、山狂い、二共通する性格である、左手の指をほとんど失っても、彼は山に登るのを諦めなかった。むしろ、以前よりも山に対する投資が強くなったのだという。彼は失った指をカバーするために死に物狂いの研鑽を積み、やがて再び登山を志した。事件を、初めての登山だった。彼はある峻岩な岩の尾根を登っていた。指を失いはしたが、本人が思った以上に歩調は快調だった。そのことに安心して、尾根の上で体を起こし、ふう、と息をついた途端だった。ゆう、と思い出したように突風が吹き、ふわりと体が持ち上げられた。あ、と思った時にはバランスを崩して、深い谷に真っ逆さまに落ちそうになった。あ、落ちる。そう思った時には、自然と体が動いていた。一瞬、間があって、彼は目を開けた。そこで彼は信じられないものを見たという。彼の体は、無意識のうちに左手を斜面に張り出した岩に伸ばし、それで滑落を免れていた。ただよく見ると、左手に残された親指と小指は、掴んでいるはずの岩ので針を掴んではいなかった。それどころか、その2本の指は、その岩ので針に触れてすらいなかった。彼は宙に浮いていたのである。しかし、彼にはわかった。失われたはずの3本の指が、その岩をしっかりと掴んでいる感触があったのだ。目に見えない3本の指が、彼の命を救っていた。
極限の緊張と恐怖の中で、彼は何度も目をまたたいたという。やがて彼は見えない三本の指に体重を預けたまま、必死に無事な右腕を岩ので針に伸ばし、全身を持ち上げた。観覧深紅の果てに尾根に全身をずり上げた後、彼は左手を見てみた。しかし、当然ながらそこになくした指は戻っていなかった。けれど、彼の幻の左手の人差し指、中指、薬指の三本の指に、岩のゴツゴツとした感触が消え残っていたという。俺は、ついに、神の手を手に入れたようだ。彼はことあるごとにこの時の体験を口にし、真っ赤な顔で笑うという。今日のオカルトスレ。ほんのりと怖い話スレ。山に入った時から大きな犬がついてきている。リンク。数日前、夜中にちゃん見てたら、子供のキテちゃんのファックスのおもちゃがピポパプペポと急になりだした。ボタン押さないとならないはずなのに。おめが。あんまり怖くないかもだけど。今年のお正月に地元に里帰りした時のこと。久しぶりに会う友人4人で夜中にドライブ、変なテンションに。いつもはドライブといえば海に行くところを滅多に行かない山に変更となった。しかし夜中だったこともあって、いつの間にか真っ暗な山道に迷い込んでしまっていた。そのあたりから私は、気持ち悪くて軽いめまいがしてきた。最初は車酔いかなと思って、窓を開けたり遠くを見たりしてた。でもますます気持ち悪くなるばかり。あ、もしやあんまり良くない土地に立ち入ったのでは、と思い、帰ることを提案しようとしたその時、運転していた友人の携帯が鳴り出した。あー電話？こんな時間に誰だよ。この時夜中2時過ぎくらい、誰からかかってきたか見てやー。と友人が言うのでハイワイ。と友人の携帯のディスプレイを見ると、私から、車内はシーンとなり、携帯の着信音だけが響く。ちょ、お前脅かすなよ。怖がらせるためにわざとやってんでしょ？と友人たちは微妙に引きつった笑顔で言う。この時私は、自分の携帯をカバンに入れてて一切触っていないし、そのカバンも誤動作が起きるような状態になかった。結局友人を怖がらせるのも何なので、多分誤動作だよね。で済ませたけど怖かった。だって着信来てからだいたい一定の間隔で道の左側に人影が視界をかすめるんだもん。三が日の夜中の山奥に人がそんなたくさんいるとも思えないし。山を抜けた時は心底ほっとした。という実は、ほんのりも怖くないかもね。おめよごしすまそ。俺も似たような体験したことある。あの怖さって本人じゃないとわからないよね。もし事故にでもあったらどうしようかと思ったよ。友人も車全然通らないからいつもより飛ばすし。うちの母親の車には何か良くないものが時々乗り込んでくるんだけど。一度白い嫌な奴が乗ってきた時には大きな事故に巻き込まれたしね。だから、この車は4人乗りです。これ以上乗れないよう無理だよーん。と心の中で気休めと思いつつずっと考えてたよ。今から2時間ほど前の出来事。今日もいつも通り残業のため会社のデスクに向かっていると、息子と寝ているであろう嫁からメールが来た。パパ今帰ってきた？もちろん未だ会社にいるので。いや、帰ってないよ。パパが帰ってきた物音がして電気もついたから、子供と一緒に寝室から、パパお帰り。って呼んだんだけど、返事もないし5分くらいしたら電気も消えちゃったんだよね。誰だよ勝手に俺より先に帰って部屋に入ってんの。まあ、とついわく、あんまり嫌な感じはしなかった。
らしいので、質の悪いものじゃないみたいだけど。嫁両親と同居だから、どっちかがなんかの用事があって部屋に入ったのかもしらんが、俺、息量飛ばしてたんかな。ここ3ヶ月ほど日付変わる前に帰ってねえしな。と、ほんのりともしないだ分すまそ。ほんのり怖いと思ったのに。ほんのり辛いなんて、おめが、う。ただいまですよっと、帰宅して早速部屋に入ってみたわけだが、電話の受話器が外れて床に落ちてたのと、こたつのスイッチがオンになって大概は別にこれといって変わったところもなく、受話器は息子のいたずらで、こたつは嫁の切り忘れだと思うことにしてみた。それってもう他の家族全員殺されてるってオチ？うちの家族を殺さんでくれ。多分生きてるよ。まだ寝室に行ってないからわからんけど。やっぱ俺の生きようかな。こたつに入って受話器取って何をしたかったんだか。ORZ。気になるんだが。霊感のある人はよく嫌な感じがするしないで危険度を判断してるけど。もしその気配が生きた人間だった場合、それも悪意のある人間だった場合、霊感のある人は嫌な気配を感じ取れるんだろうか、それとも霊じゃないからわからなかったりするんだろうか。霊感のある人は空気読めない奴が多いことを考えると、というよりは誰も何も聞いてないのに、自分は霊感がある、とやたらとアピールする奴が空気読めないだけだと思うの。結構前の話だけど、夜、寝てたら、部屋に置いてあるギターの穴の中に、横向いた人がいた。かすかに見えるくらいしか、認識できなかったんだけど、口が動いてる。い、と、え、をずっと言ってる感じの口の動き。見え、かもしれないし、切れ、かもしれないけど、なぜだかその時は、入れ、って言ってるって思った。なんで、入れ、なのか今は思い出せないけど。なぜだか絶対、入れ、だって頭が反応した。ずっと、入れ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 、って言ってるの。そのまま見てたんだけど。なんせ穴の中に人は横向いてるから。もしこっち見たらって思ったら急に怖くなってそのまま目を閉じた。もちろん怖くて寝れなかったけど、そこからは目は開けられなかった。そしたら、隣の隣、隣の部屋は何度、で寝てる母がいきなり、部屋をノックして、こんな時間にギターダンクなんて何考えてるの？少しは考えなさい。って怒られた。正直、その時ドアを開けて電気つけて欲しかったけど、母は言ってしまった。でも、ここで起きなきゃって思ってゆっくり目を開けたら、ギターの中には何もなかった。それから朝まで母と、弾いた弾いてない、飲み水がカリケロンが始まりました。ギター出すのが怖くなった。どうしてくれる？ 80、お母さんにはどんなメロディが聞こえていたんだろうね。ギターは中古。母は普段から私の弾いてる曲すら知らないので、詳しく聞いたところではわからないと思います。ただ、シャカシャカうるさい、と言われたので、アルペジオではないと思います。ここで、文句を言ってもしょうがないのですが、私は、その時本当に弾いてないし、ギターの音も聞こえなかったので、今となってはもうわかりません。じいちゃんが亡くなって、じいちゃんの唯一の財産とも言える三つの山を、五人の子供で分配するって話になった時のこと。兄弟のうち四人は、山の一つには昔飼ってた釧路っていう犬のお墓があるから占いで、長男が相続して守ろう、と主張したんだけど、次男だけは男の兄弟三人で、一つずつ相続しようと主張して譲らんかった。その次男って人が宗教にどっぷりハマってて、
山に宗教施設を建てたかったらしい。結局弁護士やらなんやらが入るごたごたになっちゃったんだけど、その真っ最中に次男が宗教関係者やバックにいるヤクザを連れて山に入った。もう施設を作る気満々で山の中を見て回ったんだけど、山を降りるときにヤクザが、ここの山はやめた方がいい、と言い出したんだって。山に入った時から真っ白い大きな犬がずっとついてきた。あれはこの世のもんじゃない。次男はすぐにそれが白だと分かって、山に執着するのをやめたらしい。白グッジョブ。宗教関係者じゃなくヤクザが気づいたとこが笑える、笑。小学校の頃、近所にお化け屋敷って言われてる家があった。まあ実際は屋敷ってほどでもない、少し大きめかなってくらいの日本家屋なんだが、小学生の言うことだしな。その日は両親ともに帰宅が遅くなるのが分かってたから一人で冒険に行ったんだ。いくつか噂もあったが、明らかに同級生が作ったような話もあったんで、実際は何もないだろうと鷹をくくってた。俺は、日が沈んでから懐中電灯と棒を持ってその家に侵入したんだ。靴は履いたまま家に上がるのに習慣上と窓いがあったんで脱いで上がった。で、中は襖は外れてて、障子も破れて、家財道具も見当たらない。本当に放置されてただけの家でがっかりしつつも安心して帰ろうとしたんだ。靴がな、バカな小学生男子だから脱ぎ散らかしてたはずなんだが、綺麗に揃えられてたんだ。その靴を履いて家に飛んで帰ったよ。8時半頃、テレビを見てたら母親が帰ってきてな。あ、今日はちゃんと靴揃えてるねー。って、もちろんそんなことはしていない。それ以来一度も靴を散らかさずに揃えてたんだ。最初は怖さからだったけど、一年もせずに習慣になった。最近まで特に変わったことは何も起こらなかったんだが、先週、男友達が遊びに来てな。帰るときに、あれ、お前俺の靴に触った?って聞いたんだ。もちろんそんなことはしていないから、お前の臭い靴なんか触らねえよ、わら。って答えた。昨日、帰った時に靴を散らかしたままにしておいたが、朝になっても散らかったままだった。お前友達のとこに置いてくるなよ、わら。つうか小学生の時からずっと疲れてたんだな。いや、友達が連れて帰ったんだろう。去年の夏、上司である M 課長と2泊3日で出張した時の話。普通に仕事して、少し遅めの食事を済ませてホテルへ戻る。M 課長と部屋は別々。特にこれといった特色もない普通の部屋。当たり前のビジネスホテル。嫌な感じもないし、お札もどこにもない。テレビなんかで言ってるけど本当の話なのかな。そんなもの貼ってある部屋に当たったことはないんだけど、シャワー浴びたらちょっとだけと思って大好きなエビスビールを買って冷蔵庫に入れておいた。仕事も順調だし、鼻歌混じりにシャワーを浴びて冷蔵庫から取り出したビールをベッドサイドに置いたらゴロンと横になってみる。一人だし、当然元裸のままだ。さてさて、テレビでも見ながらビールなぞ、と起き上がろうと思ったら、体が固まった。何これ？あ、もしかして金縛り？元裸なのに？シャワーの音がする。止めたはずなのに？と思っていると音が止んだ。ほどなく扉の開く音とともに誰かが出てくる気配がする。んなわけないじゃん。俺しかいないんだぞ。おかしい。
絶対変だ。つうか、この人誰よ？角刈りくらいの短い栗色の髪に口ひげ、薄く生えた胸毛も栗色の。かなり恰幅の良い男の人が、腰にバスタオルを巻いただけで立っている。うほ、な人じゃねえよな。元裸なんだぞ俺。彼はビールに手を伸ばすと、右手を腰に当てて飲み始めた。左利きかよ。理解の範疇を超えているからなのか、このあたりまでは怖いという感情はなかったのだと思う。口元を溢れて喉から胸へと流れるビールの筋を見ながら、飲まれちまって畜生とか考えてた。やがて、飲み終えると誰もがやる例のブハー、までやってくれちゃって、空き缶を置いた時の乾いた音が響いた。え、こっち向いた。満面の笑みを浮かべながら、俺に向かって左の親指を立てた。ただ見てしまった、という経験ばかりで、人ではない人とこんな風に対峙した経験は、今までなかったからか、猛烈に怖くなってきた。経験がないからか、この先の展開も想像できない。左手が伸びてくる？何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 ？彼は俺の方に三度触れ、英語でありがとうと言うと、スーッと消えてしまった。体も動くようになったけど、今度は震えが止まらない。なんとかバスローブを身にまとい、鍵だけ持って部屋を出た。向かいが M 課長の部屋だったんで中に入れてもらって事情を話した。うまく伝わってないようだったけど、もうあの部屋にはいられない。とりあえず朝までここにいる、申し訳ないけど隣で寝てくれ、一人じゃ絶対眠れない。とごり押し。大の大人が情けない話なんだが、その夜は M 課長の腕にしがみついて震えながら寝たらしい。翌朝、シグルフロントの人に粘ること数分、部屋を変えてもらうのは当然として、さらに曰くも聞き出した。やはり宿泊客が亡くなっていたらしい。風貌は俺が見たままのようだ。シャワーを浴びた後で倒れたと思われるのだと。ビールは？って聞いてみたら、どうやらベッドサイドに置いてあったらしい。そのフロントの人が直接対応したわけではないらしく、それ以上はわからなかったけど。多分、ビールは開いてなかったんだろうと思う。飲みたかったんだろうな。交通事故で現在入院中の友人の話です。先日事故で意識不明、心肺停止状態で病院に運ばれた時、気がつくと処置室で自分が心臓マッサージされているところを上から見ていたんです。これが幽体離脱ってやつだなと分かって、自分の体に戻ろうとしたのですが、どこからいればいいのか分からず、あれこれ試していたら、へそから繋がっていた糸みたいなものを間違って切ってしまったのです。すると急に首のあたりを誰かに掴まれて、真っ暗な場所に連れて行かれました。何も見えない場所でしたが、かすかに音、人の声がする方向へ歩いていき、急に明るい場所に出たと思ったら、そこは洞窟の入り口でした。その洞窟に入って間もなく分かれ道になっていました。どちらに行こうか迷っていると、白い服、着物を着た人たちが右の方へ入っていくので、僕もそちらへ進んだのです。何時間か歩いてヘトヘトになった頃、前を歩いている人が急に振り返って、ここから先は君の来るところじゃないよ、さっきの分かれ道を左に行きなさい、というのです。ずっと後を歩いているのに、なんで入り口で教えてくれないんだよ、と憎まれ口を叩き、彼を無視してそのまま歩き続けたのです。そこから先何人も、引き返せ、と言っていましたが、無視して歩き続けました。10
50人ほどの忠告を無視した頃、また急に明るい場所に出たかと思ったところで目が覚めました。気がつくと病院のベッドの上で、お袋が手を握り涙を流していました。あの時周りの忠告通り戻って、左の道を進んだら、どうなっていたのかなぁ、と語っていました。どうなっていたんだろうね。不思議なほんのり。引き返って目が覚めたって話もよく聞くけどね。人間いつ死ぬかは生まれる前から決まっているらしいから、どちらに行こうがそれが決められた運命というものよ。話ぶたぎるけど、古い旅館とか民家とか学校の天井に、手形とか足形がついてるの見たことある人いない？よく見かけるからあるあるネタだと思ってたら、私の周りには見たことある人はいないみたい。この前同窓会の後、廃校になった母校、中学、二同級生と言ったら、宿直室の天井にびっしり黒い足形、素足のもの、がついてた。中学生頑張ったなだぐいうくらいにしか思わなかったが、後日一緒に行った友人にその話を振ったら、誰も見てない気づかなかったとのこと。宿直室の天井は低いしびっしりついてたから誰か気づいてもいいようなものなのに。私は、霊感ないから霊的なものではないと思うんだけど、俺の通ってた小学校の天井にも上履きの足跡あったよ。うちの茶の間の天井も手形足形ついてるよ。やっぱ大工のだってさ。うちに泊まりに来た人が手形足形家なりと虫などにビビってたなぁ。ちょいカメだが、どっかの寺の天井には、人の顔とか手とか足の跡がついてるのがあるらしいね。京都各地の地天井だな。関原の合戦の前哨戦で伏見城が陥落した際の血が染み込んだ床を天井にした。俺は、妙元院の地天井だけ見学したことがあるけど、住職が丁寧に解説してくれたよ。なんでそんな血の染みた板を使うんだ？供養のためじゃん。そういうことするって聞いたことある。落ち着いたから書いてみるわ。俺は、あるマンションに住んでるんだが2ヶ月くらい前、真上の部屋に人の前さそうな初老のおっさんが引っ越してきた。朝ゴミ出ししていると、おはようございますと笑顔で挨拶してくれるんだ。そっから1ヶ月経った頃、夜中11時くらいに上のおっさんの部屋からいい、とかみたいな感じの規制が聞こえた。あとはブルルってよくわからない音。そんな薄い壁でもないしでかい音だと思う。規制は2時間ほどで止む。はじめはテレビの音だろうなと気にしなかったんだがその日から毎日続くのでさすがに辛い。なもんで1週間前に苦情を言いに行った。朝笑顔で挨拶してくるし話せばわかる人だとと思ったんだ。俺も喧嘩腰じゃなく真摯にすればご近所トラブルにはならんだろと思ってな。で夜11時ごろ、霊の規制が聞こえてきたんで、おっさんの部屋に行った。ドアの前に来るとあー、とかいい、とか聞こえる。やっぱでかい音だ。呼び鈴を鳴らしたらブルルブルルって音が近づいてきた。なんだ？と思ってると勢いよくドアが開いておっさんがものすごい勢いで首を横に振りながらブルルブルルって。ものすごい勢いなんだ。しばらく呆然としてるとおっさん白目向きながらいい。ブルルブルルブルあー、うー。ブルブルル。俺すいませんって謝って逃げ出したよ。自分の部屋に戻ってなんなんだあのおっさんって考えてると、ドアの外からブルル。って、俺がガクブルだよ。10分ほどでおっさん帰ったみたいだが俺は。寝つけなかった。怖かったけど昼に用事があったんでおっさんと遭遇しないようにいつもより早く家を出て満喫で時間潰すかなぁと思って家を出たついでにゴミ出ししてると、
おはようございます。見上げたらいつも以上に笑顔のおっさんが顔を出してた。今俺は、友達の家に泊まって引っ越しを考えてるよ。今考えりゃ怖くない島抜けだな。でも怖かったんだ。長い上に多分すまんかった。いやいや十分に怖いし。小学生の頃、小さい団地の集会所でやってたそろばん塾に通ってた。家から少し離れた場所だったんで、終わったら電話ボックスまで行って迎えを呼んでた。その日も、いつもみたいに団地内に住んでる友達と別れた後、母ちゃんを呼ぼうと10円握りしめて一人で電話ボックスへ。けど、行ってみるとおかしなことがあった。電話ボックスの電話が鳴ってたんだ。驚いたけど、テレビで見た外国映画に公衆電話が鳴るシーンがあったのを思い出して、そういうこともあるかと鳴りやむのを待った。けど、しばらく待っても鳴りやまない。これでは迎えを呼べないので、仕方なく俺は電話を取ることにしてボックスの中へ入った。わい？恐る恐る受話器を取る。その途端、まるまるちゃん、まるまるちゃんなの。知らないおばさんのでかい声。え？びっくりしてわけがわからず聞き返したが、ただ、まるまるちゃん、送り返すおばさん。違いますけど、なんとかそれだけ言うと、電話は切れた。なんだったんだと受話器を置いたら、またすぐに電話が鳴る。受話器を取ると、やっぱりおばさんの声が、〇〇ちゃん、おれんこ。その切羽詰まったような感じが怖くなって切ると速攻で10円入れて家に電話した。今度は受話器を置いても、かかってこなかった。でも、ちょうど日が沈みかけ暗くなり出す頃で寒くなってくるし、その日はなぜか人通りがなくて母ちゃんが来るまでやって来るまですごい心細かった。そんなことは二度となく、今は電話ボックスも撤去されたが、思い出すとあれは何だったのか少し怖くなる。オチのない長文ですまそ。人身事故で死亡者の出た電車のホームは、ちょっとあれだね。これは都内の駅じゃない。そんなに本数が多くなくて、待ち時間が微妙に長いかなくらいの、ややローカルなとこ。梅雨の時期だった。同僚3人と電車待ちしてたら、スーツ姿のおじさんが歩いてきた。ちょっと太めで、左手にカバン、右手はハンカチでおでこの汗を拭きながら、目の前を通り過ぎてホームの前の方へ歩いてく。特にこれといった意味もなく目で追いかけた。つもりだったんだけど、いない。今、目の前を通ってったおじさんどうした？同僚たちに聞いても、誰も通らなかったという。隠れる場所もないし、隠れる理由だってない。消えたとしか思えない。死んだ後も栄養に回ってるのかも。なんか怖いというより切なく感じたぜ。違う意味で怖いな。ええ、死んでまで栄養巡回するほどの人生。やる気に満ち溢れてたから死後も巡回なのか、トロート遠差の巡回なのか。ORZ。ちょっと太めで汗を拭きながらってことは。暑い時期に寝不足答えて付き合いビール。で疲れた心臓が言ったか、人。ちょっと前までは他人事じゃない状態だったから笑えんわ。死んだ後も働くなんて死んでもいや。よし俺は、死んでから働こう。いや、今は働け W。この話は自分が実際に体験した話です。今から5年ほど前、
アルテージ製高校の夜間警備のバイトをしていた時のことです。いつもはクラブなどで退出時間ギリギリまで残っている先生方も、その日はお盆ということもあって早めに帰ってしまいました。私は、誰もいないのを警備番で確認し、早めに巡回を終わらせてしまおうと警備室を後にしました。何事もなく巡回は進み、普通科連の2階に差し掛かった時でした。電話が鳴っているのです。電話はちょうどその階の中ほどにある準備室から聞こえてくるようでした。私は、慌てて、その教室に向かいマスターキーを使って入り受話器を取りました。ツーツーツー、切れていました。鳴り始めてから結構な時間が経っているのに、まるで私が電話に出るのを待ってから切ったかのように。それから私は、逃げるように巡回を終え警備室に戻ってきました。一息つき、ふと警備室にある電話を見たとき気づいたのです。学校などでは外部からの電話は事務室を通してからではないと内線には繋がらないということに。一体あの電話は誰が誰にかけ、そして誰が取り継いだのでしょうか。俺は、大学生の頃アパートで一人暮らしをしてたんだが、夜中に漫画読んでたら妙な気配を感じたのでふと顔を上げると、いつの間にか開いてた天袋の中から無表情な女が俺を見下ろしてた。目が合ってしまい、そらすこともできずそのまましばらく見つめ合ったが、先に女がバックして奥に隠れていった。そのまま天袋を閉めて、卒業するまで開けなかったのだが、あれから4年。今でも中にいるのだろうか。寺壊す。そのバックした時は音もなくスムーズに？それとも張ってる音や動きだった？音は記憶にないからなかったと思うよ。でも、一回だけだけど、ノート PC 開いたら、キーの上にこんもり黒髪が乗っててドン引きだった。レスありがとう。音がないなら幽霊さんっぽいね。黒髪も怖い、わらびびらす気満々な気がする。僕が小学生の頃なので、もう20年くらい前になるのか。母方の祖母、大正生まれで当時60歳、から聞いた話を思い出した。祖母がまだ若かった頃、北海道の日本海側の漁村に住んでいた。昭和初期の時代なので村は貧しくて、漁業と少しの農業で生計を立てていた。ある日、祖母が近くの川で遊んでいると、川上から何かの塊が流れてきた。それは肉の塊だったらしく、祖母は大人を呼んで家に持って帰り、みんなで焼いて食べたそうだ。その肉がとても美味しかったと語る祖母が印象的だった。当時の自分は小学生だったので、祖母が若かった頃は肉食に馴染みがなかった時代だから、肉がとても美味しいと感じたんだなぁと納得し、両親や兄と一緒に談笑したのだが、今思い返せば謎だらけの話だ。昭和初期、1926から、の田舎の漁村で、魚や野菜を主食としていた時代に、なぜ肉の塊が川に流れている？そもそも、その肉は何の動物の肉なのか？何の肉かもわからないものを焼いて食べるか？祖母が64歳で癌により他界したので、今となっては真相はわからないが、母も44歳で癌により他界したので、今頃になって何の肉だったのかとても気になる。とても美味しい何かの肉かい。人の肉じゃね？野生のライオンは人を襲ったら殺すらしい。理由は人間の肉は半端なくうまいから味を覚えたライオンはまた人を襲うから。って聞いた。
ライオンが人を好んで食べる時の特徴は早顎を痛めていて、野生動物が硬くて食べれない時に人の食べやすさを知った場合、味は特に関係なし。カメレスだが、哺乳動物が汗をかくといっても、人間ぐらいドバドバと汗をかいて、取りすぎた塩分と水分を体外に放出して体を冷やしている哺乳類は他にいないわけで、野生動物からすると塩味ってのは貴重だ。ゾウなんかは岩を掘ってでも塩を手に入れようとする。そんな中で、人間は塩味がついていてうめえ、わら、だと聞いたことがある。だから人間の味を覚えると、楽に狩れる獲物だからって以外の意味でも危ないそうな。インドの村で昼寝していたら、大の大人が牢に加えてさらわれたとか。アフリカで寝苦しいので外に出て寝てたら、ハイエナに顔面半分を食われたとか。幽霊や人間も怖いが、野生動物も怖い。ほんのりじゃねえよ。自分のつい最近の体験です。俺職場でいろいろあって、自殺未遂しちったのね。で気分転換のため田舎に帰省したんだ。未遂のことは秘密。ばあちゃん、信心深い。が俺の顔見るなり、寺に行こうていうのね。まあ俺も久しぶりだったからばあちゃんと二人で墓参り行ってから、寺へ行った。そしたら、病気併有。祈願のお経が始まった、ばあちゃんが頼んでくれたらしい。なんでばあちゃんが病気併有を頼んだのかわからんかったが、精神的に参っていて異界様だったから、ありがたく聞いといた。住職に、先祖が守ってくれるから大丈夫、毎日感謝しなさい、と言われた。ばあちゃんには、一人でないのだから大丈夫だ、と言われた。その時は、参ってる様子の俺を、元気づけようとしてくれたんだな、と普通に嬉しかった。三日ほどで田舎を後にした。しかし新幹線乗りながら憂鬱で、また死にたくなった。続きます。憂鬱なまま一応アパートに戻り、郵便受けを見ると、骨髄バンクから手紙が来ていた。俺の肩が合う患者さんがいて、移植に協力できるか返事をくれという内容だった。命を捨てようとした俺が、人の命の役に立てる。住職とばあちゃんの言葉が浮かんだ。俺は、親やばあちゃんや先祖に命を捨てようとしたことを誤った。涙が止まらなかった。あの病気併有祈願は、この患者さんのためだったんじゃないかな。考えすぎかもしれないけど。以上、体験でした。海洋微妙だったらすまそ。378、379層か。はっきり言ってすれ違だけど、あんたが前向きになる出来事があった。というのは素直に喜ばしいと思う。やはり他者との関係において、自分の必要性意義が乱せると、心は安定に向かうし、良い循環が強化されていく。辛い出来事もあるかもしれないが、恐れずに外と関わり続けることだよ。そして、見守ってくれている人に感謝して、彼らにもさらに関わるようにすることだ。自分の道を頑張って歩むことと合わせて、それが多分一番の恩返し。ほんのり良いはなし。オメガ、ブは、確かに。憂鬱な状態だと、霊に感化されやすいからな。3年くらい前に彼氏と夜中にドライブしてて、赤信号で止まってたら、信号を杖ついたおばあさんがすごいヨロヨロしながら渡ってた。3時頃だったから変なのって思ってたらいきなりおばあさんこっち向いて、ヨロヨロ車に向かってきた。目をすんごい見開いて何か叫びながら、
杖で車をバンバン叩いてきて、怖くてキャーって泣きながら彼氏に。しがみついて泣いてたら後ろに止まってた車の運転手さんが降りてきて、おばあさんを押さえつけてくれた。ちょっとしたらおばあさんの家族が慌てて走ってきて、すごい謝られたよ。おばあさん深夜徘徊癖のある認知症なんだって。何か書いてみると怖くないけど、その時は本当にすごい怖かったんです。すいません。488。夜中に助けてくれる人がいてよかったね。車を杖でバンバンされたら、すごい謝られただけじゃ済まないのだけど。実際そんな目にあったら家族に請求なんてできないかもね。幽霊じゃないけど想像したら怖いね。私でもなく。海のお話。親戚のオート J が海水浴に行った時に、人が多いところを避けてどんどん海岸沿いに泳いで行ったら、岩肌を削り取ったような洞窟を見つけた。そこはちょうどタイトプールのようになっていて、水深も腰ぐらいまで、しかも水中メガネで覗いたら魚も随分いるということで。二人は持ってきたヤス、線みたいなもの、で魚突きを始めたんだと。それで結構な時間その洞窟の中に座ってたんだけど、ある時洞窟の中で、ぼ、という泡のしけるような音がした。二人は最初、お前がヘをこいたんじゃないか?などと冗談めかしてたけど、そのうちに、ポポポポ、と音が連続するようになってきた。さすがに奇妙に思った二人が、水中で何か起きてるんじゃないか?と考えて、水中メガネで水中を覗いてみると、なぜか体の一部が引けたようになってる魚の死体がそこかしこに沈んでて、それを見た二人は大慌てでその洞窟を飛び出した。というのが、昔お盆に親戚一同が集合した際に王が話してくれた、怖い話。その時王は、今考えれば魚の死体が浮いてこなかったのもおかしいんだよな、普通浮くだろ、とも言ってたよ。あと、あの時ノロノロしてたら俺らも吹っ飛んで死んでたのかなぁ、とも。495。死体が浮くのは内臓が腐敗して内部にガスが充満するから。死んだばかりの時は楽に沈むよ。ほんのりだと思ったのに。おめが、う。耳が聞こえぬ旅の僧が、山中不思議な声を聞く。持つごとめなば、崩れができぬ。崩れできなば、川が死ぬ。不可思議な山中一夜を抜け、三冠弱村に僧はたどり着く。陰陰滅滅たる山村の空気を不審がり、僧村人にとわば、蛇神幾度となく暴れ山崩れが起き、人死にた旗荒廃花肌ひどし。僧はたとて落ち、村人のため、我が見えとなり山神沈めん。僧山崩れの起きる斜面に亀を埋め中で度胸せむ。その後、山崩れなし。昭和、戦争末期、北国乾村、途中より亀に入った人骨が見つかる、村人は僧の伝説は本当であったと驚き金に弔う。だが、亀は小さく、体をねじ曲げても、入らない。骨をへし折られ、頭を下に人骨は埋められていた。自ら亀に入り身体を捧げた僧がこのような姿になるであろうか。近在の村では動揺が伝わる。恩の坊主を捕らまえて、三匹の猿が穴にて訳す。逆さま坊主へ猿笑い、蛇抜けもつごへ猿笑い、恩の坊主を捕らまえて、もつごせんとて猿狂い。ほんのり飛び越えてシャレコアでも通用しそうな気が。どっかの時代に一旦入れ替えたんだろ?今度は骨壺として。神隠しの話。日本のみならず世界の各所で起きる。神隠し。超自然的なものから人為的なものまで様々なものがあるが、基本的にネガティブなものである。が、とある地方では世にも珍しいポジティブ?な神隠しが存在する。それは、
病気を回遊させる神隠し、というなんとも健康的なもので、やり方は簡単。とある場所に自分で赴き、そこで軽く仮眠を取る。うまくいくとちょうど1日後ぐらいに目が覚める、そして皮膚のどこかに引きむしったような跡ができており、その時患っていた病は完治している。失敗すると普通に数時間後に目が覚めるだけでやもそのままなんだとか。というのがボースキーの本場のバーでバイトしていた時にお客さんから聞いたお話。その神隠しが起こる場所などは伏せていたので真偽のほどは怪しいものだが、そのお客さんが、ほら、と言って見せてくれた二の腕や横腹には、確かに皮を引きむしったようなあざが数箇所できていた。ポジティブなのにほんのりフェ。失敗すると永遠に目覚めないとかだったからすごく怖い。持っていかれた病はどうなるんだろう。うちの地元に、マルッチャテレビ、という地元ケーブルテレビの放送局があるんだが、たまに、地元警察署からのお知らせ、というのを流すんだ。どこそこのばあさんが山に山菜を取りに行って行方不明になったうんぬんとか。で、先月も山へ散歩に出かけたばあさんが行方知れずになって、お知らせ、が出たんだよ。まあ結論を言うと、大怪我は負ったものの無事に保護されたわけなんだが。ただ、この、大怪我、が問題でね。左のふくらはぎの一部がえぐれてたらしい。ばあさんの話を要約すると、小さな影が突然走ってきてぶつかった。尻餅をついた時には、影は消えていた。左足がひどく痛いので見てみると、肉が削られていた。痛みと出血の恐怖で動けなくなった。ということらしい。持っていた手拭いで傷口を抑え、暗い山の中でガクブルしてたんだとか。発見が早かったんで手遅れにならずに済んだそうで、その点は不幸中の幸い。警察は野犬に噛まれたんだろうと判断したんだけど、治療に当たった消防の人が、これは動物が噛みついてできたような傷じゃない、と反論したんだけど、じゃあなんだよ、と問われて答えられず、結局、野犬の仕業、に。何十年か前にも山の中で似たようなことが起きていたそうだけど、関連性はなし、ということで警察は無視。地元の年寄りの何人かが、妙犬様かなぁ、と言ってたが、それが何なのかは不明。山の中には妙犬様がいる、ぐらいしか話が伝わってないそうだ。すぐ近くの山の中に、人を襲うような何かがいると考えると少し背中が寒くなった。怖え、見える。なんだろうな、かまいたちかな。でもあれは血とかでないし、赤ぼうこじゃない？去年の秋の話なんだけど、田舎に住んでるから、近所の山にキノコ取りに行ったんだ。山の入り口に車を止めて、だいたい徒歩で3時間くらいのコースなんだけど、奈良竹とかブナハリ竹とかが結構取れる場所でさ。で、歩き出して1時間くらいした時、40歳くらいのおばちゃん3人組とすれ違ったんだ。話し方からして、どこか関西方面の人たちらしかった。で、すれ違うとき、おばちゃんたちがぶら下げてた袋の中がちらっと見えたんだけど、入ってたのが、多分ネズミしめじとツキヨタケ。しかも大量に。知らない人のために一応説明すると、両方とも毒キノコね。ツキヨタケの方は死人が出るくらい強力。俺は、おいおい、やべえだろうが、バカだな、こいつら。って内心思いながら、おばちゃんたちを小走りで追いかけて、そのキノコどうするんですか？って聞いた。突然声をかけられて、かなり怪訝な顔してたけど、おばちゃん A が、どうするって、持って帰るよ。って。案の定だったんで、俺が毒キノコだってこと説明すると、
おばちゃん B が。ああ、やっぱり。さっきのおっさんの言うてた通りやわ。うちらは、騙せへんで。あんた、このキノコ欲しいんやろ？手言い出して。そのままおばちゃんの話を聞いていると、どうやらおばちゃんたちは、今日、山で会った年配の男性に、美味しくて珍しいキノコ、って教わってネズミしめじとツキヨタケを取ったらしく、しかも、その時に、珍しいキノコだから、毒キノコだ、って言って騙そうとする人がいるから、って聞かされたらしいんだね。なんだよ、それ？そのじじい何考えてんだよ。キノコは間違いなく毒キノコで、しかも、少し知ってや、見間違うことなんてありえないキノコなのに。とりあえず、おばちゃんたちを説得しようとしたんだけど、完全に疑われちゃって無理だった。最後には、図鑑見てください、とは言ったんだけど、あん時は、山にも気違いはいるんだなーって思った。せっかく教えたのに騙す気だなんて言われて親切がアダになったね。正直そのおばちゃんたちに同情できない。何かあっても被害者というよりは自業自得だね。おばちゃんの世をつく張りな態度がほんのり怖いよ。うん、俺も最初はムカ腹立ったんだけど。多分おばちゃんたちは、初めて来た場所で、初めて見たものに嘘の説明されて信じちゃったんだろうなーって。きっと、騙したじじい、狂人かも、もかなり話の上手いやつだったんだろうって思うと、人って条件さえ揃えば、危険な騙され方するんだなーって怖くなったよ。文盲で悪いんだが、638、のじじいは、そのキノコを欲しがって嘘をつくやからがいるから、って、ババアに忠告したってこと？ 652、そういうことだと思うよ。ジジイがどういうつもりなのかわからないけど。ありがとう。何か怖さがじわじわ来るな。結構面倒見が良くていろいろと世話になっていた職場の A さん。ある日忘年会に行くのに A さんは酒が飲めないからと送迎役をやってた。でも、A さんと同期の人はなぜか A さんの車に乗ろうとしない。聞いてみると、俺の車に誰か乗せると何か出るらしいんだよね。とわけのわからない答えが。A さんも笑いながら言ってたので冗談の類だと思って俺は、一人で A さんの車に乗り込んだ。しばらく走って横断歩道に差し掛かった時、A さんが車を止めた。聞くと子供が渡っているという。でも、俺の目には何も見えない。やがて車が走り出す。ほら、お辞儀してるよ。かわいいね。の声にとっさにサイドミラーで後ろを見ると、ランドセル背負った子供が頭を下げている。え？驚いて振り返っても誰もいない。今の幽霊じゃないですか？と聞くと、え？あれ、幽霊だったの？と聞き返してくる。あまりに無邪気に聞き返してくるからひょっとして見間違えたかも、とそのまま口をつぐんだ。そうこうしているうちに忘年会の会場に着いた。忘年会が終わって再び A さんの車に。家まで送るよ。とのお言葉に甘えての帰り道、青白い光が目の前を横切った。大きさはピンポン玉くらい、人が歩くくらいのスピードの光の玉を目撃した A さんが一言。こんな都会なのにホタルがいるよ、珍しいねー。あの A さん、今12月です。本当なら怖い体験のはずなのに A さんのおかげでそれほどでもない。最近では窓が閉まっているはずの走行中の車から身を乗り出す子供が見えたりもしたが、そんな時にも A さんは、最近の子供はすごいねー、と笑っている。どんなことにも動じない A さんの姿にほんのり、
ほんのりっつうか、何がなんだかな体験談。職場に階段があって、毎日十数回上り下りしてるわけだが、夜帰るときだけ、おや？と思うことがある。備え付けのサンダルで降りるとパタパタ足音が立つ中、音がダブって余分に聞こえる。誰かが、すぐ横で一緒に降りてるみたいな。え？と思った瞬間に足を止めると、静かになる。帰る時だけなのはカバン持ってるせいか、と思ったが、朝の出社時には落としない。しかも、別の階段。全く素材同じ。を使う時も落としない。そこの階段だけ床が傷んでるのかな、とも思うんだけど、ダブって聞こえる音が、あまりにサンダルの音と同じすぎる。私の足が、パタパタパタ。その感覚に挟まるみたいに、全く同じ音がパタパタパタ。夜に帰るときにだけ、そうなる。それとなく同様に話してみたけど、階段隙がバレてるので、冗談で脅かそうとしてるんだと思われた。何なんだろう。気になる。文字通り階段の階段というわけか。俺が大学生だった親元を離れてバイトをしつつ、新生活も軌道に乗り始めていた味のことだ。その日もバイトから帰ってきた途端、疲れの波がどっと押し寄せてきて、風呂もそこそこにすぐ寝てしまった。俺は、一度寝てしまうとよほどのことがない限り起こされないんだけど、今回は違っていた。夢かうつつかはわからないけど一晩中、〇〇〇、〇〇〇、と何度も誰かに名前を呼ばれている感覚があって、午前5時前後だったかな。パッと飛び起きた。そして何気なく携帯の待ち受け画面を見たら何件も履歴が残っていた。すべて父からのものだった。午前3時や4時など考えられない時間にかけてきていたから。ただことではないと思いかけ返した。電話がつながるなり、第一声に、なんで出ないんだ、と明らかに動揺を含んだ声で父が怒ってきた。あんな時間に出られるわけないだろ、と起き抜けの頭の中で思いつつ事情を聞くと、それは母の危篤だった。昨日の晩に突然倒れ、そのまま昏睡状態に陥ってしまったのだという。自分まで動揺するわけにはいかないと思い、病院の名前だけ聞いて。大家さん、これくらいの時間にはもう起きていた。にも断りを入れ、簡単な身支度だけ整えて一路ふるさとへ。移動中は無事意識を取り戻してくれることだけを考えていたんだけど、不意に別のことが脳裏をよぎった。ひょっとしたら何度も呼ばれたのって母か父が。幸いにして、病院に着いてから数時間後、祈りが通じたのか母は無事意識を取り戻した。そこでふと、今日の日付を思い出して俺は、背筋が震えた。母が倒れた日、祖母の命日だ。病気も同じだったし、ひょっとしたら呼ばれたんじゃないか。そういえばあの日もこんな風に雨が降っていたなと、思い出して書いてみた。お母さんの危篤に、お前が爆睡ぶっこいて、お父さんからの電話にも出ないから、おばあさんが必死で起こしてくれたんだろ。たく、世話の焼ける孫だよ。大学生の頃に住んでいた町は神社や寺が多い町でした。そんな町で体験した話です。当時、彼氏の住むアパートで半ば同棲状態で住んでいた私は、その日も彼氏の家で彼氏がバイトから帰ってくるのを待っていました。彼氏のバイト先は居酒屋で、午前2時を回らなければ彼氏は帰ってきません。
深夜番組を見ながらまだかまだかと待つ私に、お囃子が聞こえてきました。どうやらお囃子は、彼氏のアパートの前に面した道を歩いて行われているようでした。前期に書きましたように、神社や寺が多い町だったので、祭りか何かだろうと思っていました。その時、午前0時を過ぎていましたが、そういうものなのかもしれないと思った私は、別段不思議に思わずにお囃子を聞きながら彼氏を待ちました。そのお囃子というものは、とても心地よいものでした。時時間違えたりするのですが、まあそれも愛嬌、と微笑ましく感じていました。別の日も別の日も、お囃子は聞こえました。どこからともなく聞こえ、アパートの前を通り、どこかへ行くお囃子。アパートの前に面する道をまっすぐ向かえばある有名な神社があるので、そこに向かっているのだろうと思っていました。私は、そのお囃子を聞いていくうちに、お囃子の回数が多いのに気づき始め、おかしいなと思い始めました。何日に聞こえる、とか決まった日はありません。祭りなら毎月何日に、とあるように思うのですが、そのお囃子は、まちまちに聞こえました。ある日の夜、またお囃子が聞こえてきました。今までそのお囃子を見ていなかった私は、窓を開けてみました。案の定、お囃子の列が見えました。50メートルほどでしょうか。笛は小学生ぐらいの子供が、太鼓、のようなもの。は大人が奏でていて、子供を包むように大人が子供の周りを歩いていました。アパートの前を通り過ぎた時でした。お囃子がピタリと止んだのです。お囃子が止むなんて初めてで、どうしたんだろうと窓から身を乗り出してお囃子の列を見ました。すると突然、お囃子の列がくるりとこちらを振り返りました。私を見ているんです。青白い顔が街灯に照らされ、じーっと私を見ているんです。怖くなった私は、窓を閉め鍵をかけ、布団に潜り込みました。すると玄関のチャイムが鳴りました。あいつらが来た、と震えが止まりません。ガチャガチャと扉が鳴り、次の瞬間、扉が開きました。寝てんの？彼氏でした。助かったと彼氏に、お囃子が、と口そうに説明すると、そんなもんなかったぞ。夢でも見たんじゃないか、と信じてくれませんでした。確かにあのお囃子は聞こえたし、私を見ていた。今思うと、聞いたり見たりしちゃいけないものだったのかなと思います。以前、一度だけ書き込んだことがあるのだが、俺のばあちゃんの家というのが、それはそれはらしい家だった。俺自身、仏間の隣の部屋で寝ていたら、夜中に見知らぬ誰かに寝顔を覗き込まれるという、経験をしたことがあり、翌朝、ばあちゃんにそのことを報告すると、ああ、来てたんやねえ、と、わけ知り顔でうなずかれたことを今でも覚えている。そんなまか不思議な家であるのだが、どうやらそういう経験をしていたのは、俺だけではなかったらしい。まだ俺が小学校低学年であった頃、すでに中学生であった5つ上の兄は一人でばあちゃんの家に、泊まったことがあったそうだ。家族で泊まるときは、普段の仏間に布団を並べるのだが、やはり一人であの部屋に泊まるのは、なかなかに勇気がいるらしく、兄もまた数年後の俺と同じように、仏間の隣の部屋で眠ったそうだ。寝つきが良く、一度眠ると基本的に朝までぐっすりであるはずの兄ではあるのだが、その日だけは、なぜか夜中に目が覚めてしまったそうだ。
どうして自分がこんな時間に起きてしまったのだろうと原始がっていると、ふと隣の部屋に、気配のようなものを感じたそうだ。隣の部屋、つまりは仏間だ。ばあちゃんのじいちゃんもこの部屋で眠ることはなく、夜中になると、基本的に無人になる。だというのに、そこには確かに何らかの気配があり、さらに集中してみると、ひそひそと何かが、囁き合っているような声が聞こえていることに気づいたらしい。しかも、一人や二人のものではなかったという。さすがに不気味に思った兄だったが、元来、好奇心も人一倍強く、その正体を確認してやろうという気分に、なってきたらしく、声のする方にそっと近づくと、襖に手をかけてそっと中を覗き込んでみたらしい。中の様子を覗き込み、兄はその場で固まってしまったそうだ。この家にはもともと、ばあちゃんとじいちゃんの二人しかいないはずである。だというのに、仏間には六人か七人くらいの人影あり、それらが車座に並びながら、額を突き合わせて、ひそひそと何かを喋り合っているらしい。薄暗くてよくわからないが、ほとんどがじいちゃんやばあちゃんと同じくらいの年の老人で、全員が全員、黒っぽい着物に身を包んでいたらしい。その光景があまりにも異様だったので、思わず息を飲んだ。すると、それが聞こえたのか。ひそひそという話し声がピタリと止んだそうだ。やばいと思っていると、それまで車座の中心を向いていた顔が、ぬーっと兄の方を向く。表情は全くわからなかったが、無性に正気がない感じだったという。彼らはそのまま、全く動かない。兄は兄でどうしてよいのかわからず戸惑っている。すると、ずっとこすりつけるような音とともに、車座の中の一人が立ち上がった。そしてそのまま足を引きずるようにしながら、兄に向かって迫ってきたそうだ。兄はさすがに恐ろしくなり、襖をピシャンと閉めると、その場にへたり込んでしまった。半ば腰が抜けてしまったらしい。だが襖一枚隔てた向こうに、あの足を引きずるようにして迫ってくる。男がいると思うと、いても立ってもいられなくなり、どうにかその場から逃げ出そうとする。しかし、やはり思うように動けない。どうしたものかと思い、ふと、いつまで立っても、あの男が襖を開けて現れないことに気づいた。耳を澄ませてみても、あのひそひそ声も聞こえない。兄は夜決して、襖をもう一度開けてみる。しかしそこにはもちろん、誰もおらず、薄暗い仏間が広がっていただけだという。結局、あれは何だったんだろうな。結局、あれから眠れなくて。朝になってからばあちゃんに聞いたけど、そうか、そうか、っていうだけで教えてくれなかったしな。腕組みをしながら語られる兄の話を聞きながら、俺は、俺でどうしてよいかわからない状態。だって、俺、まだ自分が体験した話を兄に話していなかったんだから、しょうがない。結局、それから自分の体験談を兄に話したが、兄は、んな、アホな、特徴化を。だけどお互いに、妙に嫌な空気を背負ったまま、黙り込んでしまった。748、読んで思い出したんだが、仏間に関して俺も少しだけ似たようなことがあったわ。俺の実家は古い木造で仏間がなんだか妙だったんだな。そこだけ妙に空気が重かった。窓がなく四方を襖とで、開けたままにしてたらやけに怒られた。他の部屋の戸なら怒られないのになぜ仏間だけ？と不思議に思ったもんだが、何年も暮らすうちに理由が分かった。誰もいない締め切った部屋の中をぐるぐる歩き回る音やら、
ボソボソと人の話す声がしたり、視線を感じて振り向くと少しだけ襖が開いていて、それがスーッと閉じるのを見たり、中からバン、バン、とすごい力で襖を叩かれたり、襖がたわんでミシミシ言い出したり、そんなことが年に何度かあった。仏間の中に何かいる、と家族に訴えるたびに、あそこに近づくんじゃない、とだけ怒られる。そのうち敷地内に家をもう一軒新築することになったんだ。その際なぜか、邪魔になるわけでもガタが来てるわけでもないのに、古い家の、仏間だけ、が綺麗に壊された。仏間の亡くなった家屋は県違ったように明るい雰囲気になった。あそこには何がいたのか親や祖父母に聞いてみたが、わからないが、ご先祖様って雰囲気じゃなかったね。亡くなって本当に良かった。と笑って答えが返ってきたので、やっぱり家族もあれを見たり聞いたりしてたんだなぁと思ったよ。そんなわけわからんもんが住み着いてる部屋に仏壇置かれたご先祖様も、さぞこわかったろうな。いなくなって本当に良かったけど、どこ行っちゃったんだろうね。前の部屋は彼らには泊まりやすくて居心地良かったのか。それともポスター壁全面張りみたいな閉じ込めてしまう作りなのか。それにしても不思議だねー。ほんのりというかなんていうか、先月の電気代が230円だった。毎日帰宅して普通に生活してたのに、謎です。ありえねえよ。それ、過去月の延滞利息金じゃねえか？わら。777、820。電気じゃなかったかもしれないけど、同じ月の鬼傘に払っちゃって。次の月が60円くらいだったことならある。俺のケースは大体の理由が察することができるんだが、全く同じ状況だ。この状況をできるだけ長続きせたいと思いますよ。半年前に交通事故で息子夫婦と孫を亡くしました。しかし世の中には不思議なことがあるものです。死んだはずの孫から。電話があり、事故を起こしてしまいどうしても金が必要なんだという。ああ、自分が死んだことを理解できずにさまよっているのか、そう思った私は。お前はもう死んでいるんだよ。と泣きながら説明してあげたら、その後二度と電話がかかってくることは、ありませんでした。でも、半年ぶりに孫の声が聞けてとても幸せな気分です。その電話って孫からじゃなくて、オレオレ詐欺のやつだったってオチ？ほんのり心が温まりました。以前にネタにした弟がまたおもろいことをやらかしたので、空気読まずに問うか、わら。弟は遠方に就職しているため、会社の近くで部屋を借りての一人暮らしなんだが、先日親戚の法事があって、有給取って3日ほど家に帰ってきてた。で、まあつつがなく法事も終わり、その後は親戚とのお決まりな宴会に突入したわけだが、弟と妹は下戸なんで、隅っこの方で親戚のガキどもの面倒見ながら、菓子だのジュースだのを、ちびちびやってたんですよ。俺は、めったに会わないおじさんだのおばさんだのにもみくちゃにされながら、長男の親父を手伝って、ビール瓶片手に勇猛果敢な奮戦をしてたんだ。そしたら、隅っこでいとこのガキ相手に DS でなんか対戦してた弟がいきなり、ひ、てちっさく悲鳴上げて、なんかを遠くに放り投げた。続く。その頃には俺もいい加減酔ってたから、どうしたわら虫でも出たか、わら。って軽いノリで笑いながら聞いたら、弟曰く、なんか変なもん食った。ガクガクブルブル。で、ガクブルしてやがる。何食ってたんだと思って机の上を見たら、
弟が食ってたのは卵ボーロって駄菓子だった。あれをゲームしながらもそもそちみちみ食ってたらしいんだが、弟と弟が食ったもんを目撃したっつういとこ、中学生。二人の話をまとめると、弟が食ったのは、黒くて小さくて手と足があった。でも虫じゃなくて、なんか人型。っぽいもの。卵ボーロの中にいた。というものらしい。弟は、卵ボーロを噛んだとき、中にいたそれの変な感触に思わず手のひらに吐き出したのを、見た瞬間ビビって投げ捨てたそうだ。続く。俺は、間違って虫かなんか食ったんじゃねえの、わら。と言ったんだが、弟もいとこらも、虫じゃなかった。と言い張って聞かなかった。ちょっと離れて現場を見ていた妹も、虫ってよりは昼っぽい、何か柔らか系なもののように見えた。とか言う。その後、同じものがボーロの中に入ってないか、袋に残ってたボーロを全部砕いて調べてみたんだけど、弟が言ったようなものはどれにも入ってなかった。弟が投げ捨てたものも、部屋中探してみたんだが見当たらず。結局、宴会に出てた他の料理とボーロを間違えたか、なんか口の中で混ざったんだろうってのが、親父や他の親戚連中の結論だったが、弟やいとこらは未だに、そんな単純なもんじゃねえよ、って言ってる。俺としては、不思議体験てんこ盛りな弟を信じてやりたい気持ちでいた間が、それにしてもお前は一体何を食ったんだい、弟よ。ほんのり初投稿します。クリスマスに、でかくて真っ白い熊のぬいぐるみをもらった。自分は、いい大人なのにかなり気に入ってしまい、抱き枕として毎晩抱いて寝たわけだ。その時点でほんのりなんだが、ある日、ふと気づいたら奴が髪の毛だらけになっている。素材の関係で、毛玉ができやすく髪の毛もよく絡むらしい。俺は慌てて髪の毛を除去し始めた。その日から毎日毛取りが日課になったが、たまに超池が取れることがあった。絶対おかしい。彼女がいるわけでもないのに長い毛なんてありえない。意を決して、大事な熊の腹の縫い目にハサミを入れて中を見たら、長い髪がたっぷり絡まった面が入っていた。俺、かなりこの熊好きだったから手芸が得意な友達に頼んで面の交換をしてもらいました。終わり。どうなんだろうねー。安い海外製で一ケツ買ってたとか？前、テレビで中国で安く髪の毛を市場で売ってた。露天市場で適当な値段だった様子。たまたまそういう髪の毛が最初から入っていて、抱き枕にしてたら抜けてきたってことで不衛。でも、俺も良い年したおっさんだが、大きな人形は欲しいかもな。できれば女房が良いが、ORZ、マジですか。普通の手芸面みたいなのに、太いのも細いのも絡みついていたんです。面の総量に対してだいたい 5-7% くらいかな。粗悪な面だったのか。おめが。熊の腹には痛々しいおぺ傷つくし。口に入るものは絶対中国製を買っちゃダメだと常々思っていたが。口に入らないものでもダメなのか。知り合いの知り合いに警察官がいて、その警察官の話、ややこしくてごめん。とあるアパートの住人から通報が来て、隣人が何ヶ月も部屋から出てこない上明かりもついてないとのこと。アパートに向かってその部屋に入ると腐敗臭が立ち込めていてすぐに死んでるとわかった。住人は布団の中で死んでいて、腐った死体にはうじが湧いていた。その後いろいろ調査したり報告などをしてると、
うぅ、という声が聞こえて仰天。当日は死んでると思った人間は生きていたのだ。二週間ほど前に栄養失調になり体が不自由になって布団から出られなくなったとのこと。夏場で宇治が湧いた上が死の苦しみを味わうとは恐ろしい。教免許センターに免許取得に行った時のこと。学科の合否待ちで待合室で休んでいたら、右斜め前に24、5くらいの若い女の人が座った。取り立てて特徴のない、今風の女の人だったと思う。気にせずに携帯いらっていたら、なんか視界の端、女の人が膝に乗せてるバッグのあたりで何かが動いてるように見えた。なんだろう、と思ってちらっと目だけでそっちを見たら、一瞬赤ちゃんが見えた。ぷっくりとした裸の赤ちゃんで、バッグの上に座って女の人の顔に向かって笑顔で手を伸ばしていた。可愛い感じだったけど、目には白目がなくて黒目だけだった。一瞬だったし見間違いだと思ったんだけど、目を携帯に戻すと。やっぱり視界の端で何かが動いてるのが見える。目を向けると、3回に1回くらい赤ちゃんが見える。何か気分が悪くなってすぐ席を移ったけど、水子かなんかだったのかな。気になるけど、気にするとなんかついてきそうで怖い。昔の話ですが。10年前、私は、東北の駅弁国立大の学生でした。遊ぶところもお金もないので、緑放課後は大学。の図書館で暇を潰していたんですが、ある日、日本文学の書家で割と新しめの本を見つけました。古い本ばかりで、読んで面白い本がほとんどないので、これは掘り出し物かも、と思ってその場で読み始めました。続きます。本は短編集で、4編くらい入っていたと思います。流し読みしたんですが、どれも主人公の男が周囲の人間に狂気や毒を使って淡々と復讐する話でした。特に面白くもないくらい話だったので、興ざめして、なんでこんな本が大学の図書館にあるんだろう、と思い奥付けを確認しました。すると、直筆で作者のサインと、丸大図書館に、寄贈します、の文字がありました。続きます。多分ここの大学の卒業生が作家になったんだ。どんな人だろうと気になり、後書きのページに戻って、読み始めました。細かい部分はさすがに忘れてしまいましたが、以下は大まかな内容です。僕のことを知っている人間が、この本を手に取ってくれる。ことを願っている。読めば、僕が君たちのうちの誰を憎んでい。るかわかるはずだ。本は何部か作った。教授、友達やその他の人が僕を忘れても、僕は、決して忘れない。絶対に許さない。確実に追っていく。他にもイニシャルで誰かを名指しで非難している部分もありました。ドロドロの憎しみが読んでいて伝わるようで気持ち悪くなり、棚に戻しました。中二病じゃん、と言ってしまえばそれまでですが、あの本が本当に寄贈されたものだったかもよくわかりません。現代文学の書家ではなく、古典全集ばかり並ぶ中で見つけたからです。今でもあるのかどうかわかりませんが、ほんのり怖い思い出です。興味があったら Y大の方は確かめてみてください。では、ラーメン屋の話。とあるラーメン屋でラーメン食ってたら、絵の中から出てきたようないかにもなチンピラが彼女連れで入ってきた。そして席についてちょっとしたらいきなりなんかわめいてる、どうも店員が持ってきたお礼がこぼれた、らしい。彼女連れで一生懸命せようとしてるのか気が大きくなってるのか。上の人間呼べ、
とか言っちゃう始末。法なしに出てきた店長っぽい人がわびを入れるが全然受けずにわめきまくり、慰謝料を巻き上げたいんだろうなとか思ったり。そのうちに、俺は、〇〇、聞き取れなかった、のもんだぞ、とか言い出して、それを聞いた店長は奥に引っ込んでしまった。そしてそれから出てこない、奥に引っ込んだまま出てこない、ムカついたのかそのチンピラは備え付けテーブルとか椅子を蹴りまくる始末。あんまりうざったいので、さてどうしたものかと考えてたら玄関の方から人が何人か小走りで入ってくる音。と思い視線を向けると入ってきたのは4から5人の、いかにも、な本職の方々。そして問答無用でそのチンピラをと捕まえたかと思うと、知らん、知らんな、みたいなこと言って。捕まれながらもなんかはめいてたチンピラと、それを見てビビってた女の方も力ずくで外に連れ出し、車に乗せて連れて行ってしまった。見えはしなかったけど、バセイとワゴン車のドアが閉まる音、あと車が走っていく音が聞こえた。その一幕が終わると引っ込んでた店員が出てきて、こちらに、ご迷惑おかけしました、みたいなこと言ってきたんで。お互い様ですよ、みたいな適当なこと言って水を濁して、感情払ってその店を出た。あんなチンピラとその連れがどうなろうと自業自得って感じもしなくはないが、実際どうされちゃったのかとか考えるとちょっと怖い。タイタからのコピペ。流れ切ってすいません。過去のことを問うか。かなりサイコホラーかも。数年前、暴力姑に流産させられて精神的に来ていた私。事故により数ヶ月寝たきりとなった姑の介護を引き受け、姑個人夫単身赴任。毎日献身的な、介護、をしたつもりだった。いつの間にか、育児、になっていた。ちいちゃん、と、生まれてくる子につけるはずだった名前を呼び、おいちいよ、と人肌ミルクを飲ませ、ねんねしよっか。と昼寝の時は添い寝して子守歌を歌った。じいちゃん、は常に泣きわめくか怯えていたので、つきっきりで、育児、をした。結果、1ヶ月で姑はボケてしまい、施設入所となった。ほんのりじゃねえ。常に泣きわめくか怯えていたので、姑にしてみやそらそうだろうな。因果応報ってやつかもしれんが、こうなってくると、事故、の内容も気になるな。多分怖くないけど自分的に。おしまい。